六月五日火曜日、一心伝中野にある私立三重短期大学で。平成三十年度津市消防団学生機能別団員事例交付式が開かれました。津市消防団学生機能別団員は。市内で開かれる啓発活動や消防講習会などで広報活動を行ったり。 災害時には避難所などで応急救護、支援物資の配布に取り組むなど、特定の活動を担う消防団員です。この日は、今年度三重短期大学に入学し、学長の推薦を受けた22人の学生のうち、17人が事例交付式に出席しました。式では、津市消防団の川尻健二団長から、 学生一人一人に辞令が手渡されましたその後、川尻団長から22人の新しい団員を迎えることができうれしく思います皆さんには避難所の運営被災者の手当などの支援活動を行うための訓練を予定しています 積極的に訓練に参加していただき有事の時には若い力を存分に発揮してくださいと訓示がありましたまた三重短期大学の東福寺一郎学長は学生機能別団員は本学になくてはならない存在で皆さんが学内にいるだけでとても心強く思います今回の団員募集はすぐに定員に達したと聞いています 入団希望者は意欲のある人ばかりで、皆さんはその代表格と言っていいと思います。その初心を忘れずに、2年間活動に励んでくださいと話していました。津市消防団は、平成28年12月に津市消防団学生団員活動認証制度を設けて、学生団員として活動し、 地域社会へ貢献を行うなどの条件を満たすことで図書長がその功績を認証し証明書を交付しています証明書は団体行動や規律を身につけた人材企業の災害対応力向上につながる人材であることが証明され就職活動での自己 PR として活用することができます学生機能別団員は 今後、消防訓練や避難所運営訓練などに参加し、消防団活動の経験を深め、地域貢献活動に取り組みます。